ただきます。一人でも大丈夫？明日には制服ができてくるから、今日はこれで我慢してね。ねえ、宿題見せてよ。自分でやってこないとダメでしょ。何着てんだよ。おい、こっち着てみろよ。変なやつがいるぜ。もうよしなさいよ。転校生？うん、いなきゃ。先生が来た。四国から転校してきた内田太郎君です。慣れないこともあると思うので、みんな仲良くしてあげてください。では内田君、宮田さんの隣に座って。さて、今日は私たちの学校について話しましょう。誰がこの学校を建てられたか知ってるかな？田口。はい、天皇陛下です。そうですね。いつも言っているように、このような素晴らしい贈り物を天皇陛下が賜ったことを深く感謝し、敬意を払わなければなりません。そしてこうやって君たちを学校へやるために一生懸命働いている両親へも感謝を忘れてはいけませんね。しかし一番大切なことは、天皇陛下を敬い、そのご恩に報いということです。わかりましたか、内田君。ちゃんと聞いていましたか。はい。じゃあこの世で一番何が好きですか。おはぎ。君はこの学校よりもおはぎの方が好きなんですか。君の両親よりもおはぎの方が好きなんですか。内田、君は天皇陛下よりもおはぎの方が大事なんですか。もういい、外に立ってなさい。では30ページ開いて。皆さん、3行目から読んで。はい。庄内平野の自然。庄内平野は広いところで東西16キロ、南北50キロもの広さがあります。内田、誰が座っていいと言った。誰も。そんなに座りたいなら正座しなさい。標高15メートル以下の平らな土地が多く、ほとんどが水田として利用されています。最上川や赤川。
ちゃんとした答えができるんならみんなと遊んでもいいんだぞ。足が痛いんじゃないのか。大丈夫です。よかったらこれ使って。どうしたの太郎。お母さん。どうも内田さん。もう行っていい。ちょっとお話あるんですが、お時間よろしいですか。ええ、もちろん。大丈夫？うん。駒持ってるの。駒で遊ばない？うん。座布団ありがとう。どういたしまして。おはぎ好き？どうして？教室入りなさい。うちだ。今君のお母さんに、君のような素直じゃない子がこの学校に泊まったら困るというところを話していたところなんだ。君はこの学校が嫌なのかね。いえ。じゃあもう一度だけ聞く。この世で一番何が好きですか？天皇陛下です。よろしい。じゃあお母さんと言っていいぞ。申し訳ございませんでした。失礼いたします。どう？うん、すっごくおいしい。だろう。なんたってうちのおはぎは最高だもんね。千田太郎君、私よりもおはぎの方が好き？
Thank you.